海上自衛隊は、グゲイ、潜水艦が、広島県呉基地に配備され着任したとの情報をキャッチしました。今回は、タイゲイ型潜水艦の性能とはクゲイ、潜水艦で変化する、防衛力強化を詳しく見ていきますね。三菱が、人に、意識能力向上型の量産を受注しています。やっと本気に。2023年3月20日、川崎重工業者の神戸工場にて、建造が行われていた、タイゲイ型潜水艦の2番艦、ワクゲイが、広島県呉市を母港とする、海上自衛隊の第1潜水隊群第1潜水隊に加わり、日本の海を守る任に就いた。この、ワクゲイは、2014年度から2019年度までの防衛計画を定めた、26機の中期防衛力整備計画に基づいて建造された艦艇であり、2019年1月に起工、2021年9月の進水を経て、晴れて、今回の収益となったものだ。タイゲイ型潜水艦は、昨年2022年3月9日に、1番艦にして、ネームシップのタイゲイが収益を行っていたが、こちらは、神奈川県横須賀市を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に配備されており、呉基地では、ワクゲイが、タイゲイ型として、初の収益となった。同時に、昨年の1番艦である、タイゲイの収益をもって、海上自衛隊では、目標としていた、潜水艦隊の22隻体制の構築を達成しており、内訳としては、親潮型9隻、双竜型12隻、タイゲイ型1隻となっていた。そのため、今回の、ワクゲイの収益によって、その22隻の潜水艦隊は、計画上よりも、1隻多い実戦配備となってしまうため、通常であれば、2020年9月に、収益を迎えていた最古産の親潮型の3番艦、渦潮が、艦首の変更を行う流れである。しかし、タイゲイ型1番艦のタイゲイは、その建造時より、試験潜水艦への艦首変更を前提として、計画が進められたという、稀有な経緯を持っており、この2023年4月時点で、実行には至っていないが、いずれアナウンスされるのだろう。そうして、中期防衛力整備で設定されてきた、海上自衛隊の潜水艦隊22隻体制は維持されるものと考えられるが、タイゲイが、その枠からずれたポジションに、ワクゲイ1が収まるため、内訳そのものには、変化はないと言えよう。ワクゲイは、海上自衛隊の潜水艦としては、最新鋭のタイゲイ型であるため、使用上の数値も伏せられている、部分が多く、基準排水量で3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートルという程度しか開示されていない。ちなみに、前級である、そう、竜型の最終の2隻は、基準排水量が2950トン、水中排水量が4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、喫水が 8.5 メートルとなっており、わずかだがタイゲイ型は大型化されていると召される。タイゲイ型そのものが、そう、竜型のデザイン、機能等を継承して、その延長線上に建造された艦艇であるため、その仕様の大半が、キープコンセプトとなっていることは、その数値からも伺い知ることが可能だろう。そして、タイゲイ型は、そう、竜型の最終の2隻と同じく、機関部には、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機という、ディーゼルエレクトリック方式を採用しており、建造時から、その設計が行われた、初の艦艇でもある。そう、竜型は、1番艦から10番艦までは、機関部には、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機、さらに、スターリング機関までも搭載する、通常動力型の潜水艦の泣きどころである、
連続先行度危険や距離を非待機依存推進でカバーしようとする意欲的な仕様だった。夕方の10番艦までの機関構成は、通常動力型潜水艦としては、ドイツの燃料電池砲式と双壁をなす非待機依存推進として、当時は注目を集めたが、機構として複雑であったことは、今の目からすれば間違いない。親潮型に、比すれば、流型は、こうした非待機依存推進のおかげで、大幅な、連続潜航時間と距離を獲得することにはなったと思われるが、機械的なメンテナンスの負担は大きく増加したということもまた事実であろう。一説には、流型の10番艦までのメンテナンスには、母港にスターリング機関で使用する高圧ヘリウム等の貯蔵等を行う設備も必須となるため、その設備の維持と管理にも、従来以上のコストと手間が必要になったとされている。また、スターリング機関は、通常動力型の潜航時間や距離を延伸することが、潜水艦に搭載する最大の目的ではあったが、機械的な稼働音はどうしても発生してしまうため、電池による駆動よりも、静粛性には劣るとも言われている。そうした問題を解消することに成功したのが、従来の鉛製蓄電池に変えて、リチウムイオン蓄電池を実用化できたことであり、双流型の11番艦以降、今の太平型まで、日本の GS 湯浅社製の技術力の貢献が非常に大きい。最近では、通信機器等でも、安全対策が以前よりも進んだせいか、報道等で通信機器等に使用されているリチウムイオン蓄電池の発火事故の報道は少なくなった感もあるが、同蓄電池には衝撃による発火の危険性がつきまとう。そのため、リチウムイオン蓄電池を特に軍艦などの艦艇に使用するためには、いかにその発火の危険性を防止するのかが、課題となるが、GS 湯浅社の技術力と潜水艦本体の設計を担う三菱重工業者の努力の結果実現したものである。この2023年の時点でも、リチウムイオン蓄電池を潜水艦に搭載して、実際に運用を行えているのは日本の海上自衛隊のみであり、今後は韓国が同様の方式を実用化しようとしていると言われてはいるが、まだ実現はしていない。そして、太平型に話を戻せば、流型の後期の2隻と異なり、当初から、リチウムイオン蓄電池の搭載を前提に、設計が施されているため、大きく重かったスターリング機関の廃止と、相まって、潜水艦内のスペース効率が、格段に上昇したという。これによって、太平型の艦内は、流型を少し大型化しただけにもかかわらず、空いたスペースを活用して、海上自衛隊の潜水艦として、初の女性自衛官の乗り組みを可能とする、居住部やシャワー設備の設置に貢献している。これは、機械的な管理が複雑であった、双流型の10番艦までと比べ、そのメンテナンスの負担の軽減と合わせて、乗組員のジェンダーフリーの推進という、課題の解決にも貢献しており、その確保に苦慮している海上自衛隊にとっても朗報であることは間違いない。太平型は、すでに3番艦の神芸が三菱重工業者の神戸造船所にて2020年4月に寄港。2022年10月に浸水を終えており、来年2024年3月には、こちらの晴れて収益を迎える予定であり、少なくとも6番艦までは建造される見通しである。早ければ、太平型は、この6番艦までで建造を終え、次からは、全く新しい艦級の潜水艦に移行するとの見方も出ているが、
現状では、具体的な規模やその計画は報道されておらず、未だ推測の域を出ていないのが正直なところである。こうした状況下で気になる点としては、中期防衛力整備という呼称から、2022年12月に防衛力整備計画に改められた今後の潜水艦隊の規模であり、まず、もって、現行の22隻体制を維持するのか、さらに拡張するのかが焦点となるだろう。さらには、オーストラリアがアメリカやイギリスとの間で締結した新たな軍事同盟であるオーカスに基づき、2030年代後半までに最大でアメリカからバージニア級の攻撃型原子力潜水艦を5隻、以後はイギリスと共同での新型艦の新造を行うことも決定している。こうしたオーストラリアの動きを背景に、日本でも攻撃型原子力潜水艦の保有を検討すべきとの主張も一部の政治家らから出されており、また日本も VLS 垂直発射艦を装備した実験用の潜水艦の建造を表明している。これらの新たな動きを勘案し、実際に日本が現状の通常動力型潜水艦の体制をどのように変化させるのかが今後の焦点となってくることは間違いなく、最大仮想敵国である中国の動きとも連動することは確実だろう。